こんにちは。ウェブ紙芝居長谷倉中山記のお時間でございます。本日は最終回でございます。本日は私、博物館大好き足軽森の余力が政宗様と長谷倉常長様にインタビューをしてですね、この締めにさせていただきたいと思います。始まり始まりというわけで始まりました。政宗様、長谷倉様、いかがいたしましたか。あれは調子が悪いのではないか。政宗様、いつものことでございます。長谷倉様、大変13回というですね、長きにわたってお送りしました長谷倉常長物語でございますけれども、いろいろ、長谷倉様が朝鮮出兵にいらっしゃってからずっとですね、県庁検温施設団の出版、そして向こうへの旅の様子なんかを、見てまいりましたけれども、最後は岩倉様まで出てきて、ね、最後やった。すごかったですね。僕もそうであろう。お聞きしたかったのは、常長様が持ち帰られた、品々、一体どのような運命をたどったのか。なるほど。たどったのか。2回聞いた。なるほど。はい、いや、もちろん政宗様に大切なものは献上して、それ以外の私が家で保管することを許されたものはきちんと後世まで伝えるべく我が長谷倉家で大事に大事に保管しておったんだ。されども、私が帰国してからあれは20年後の話だ。20年後じゃ。20年後したかな。私の長谷倉家の家中にキリシタンの疑いがあるとして、すべて家は改易となり、家族もちりぢりになってしまった。その際に本来であれば、その大切な大切な宝というものもこの世から抹消されてしまう、そういうはずであった。ではなぜ今も400年経った今もきちんとこれ残っているんでございますか。それはな、よろけ、伊達家が長谷倉が持ち帰った品々を破り捨てなかったからじゃ。世は近況、幕府に見つからぬようにキリシタン改め所の奥に常長が持ち帰った品々をしまい込みはしたが、年に一度はな、風を通して虫干しをして、伊達家の、そして長谷倉常長の栄光の品として後世まで伝えたからじゃ。恐れ入ります。その政宗様をはじめ家臣の皆々様のお気遣いがあったればこそ、この平成の世でも仙台市博物館様にて私の旅の記憶を物語っておる。そして今年は世界の記憶としても認定されたであろう。さようでございました。仙台市博物館に行くと見れます。そう、見にいらしてください。歴史とは地域の宝じゃ。伊達家の歴史、長谷倉常長の歴史を現代の人々が大切にしてくれておる。これは何にも代えがたい誉れじゃ。お主らもよいな。はっ。これからも我ら伊達武将隊が伊達の仙台宮城の夢の物語を紡いでまいらん。はあ、皆と共にいざ出陣じゃ。おというわけでですね、政宗様、徳川様、長きにわたってお送りしましたウェブ紙芝居長谷倉常長絵巻、お別れの時間でございます。今のいいよね、短かったね。今の、おーで終わるのかなと思ったら、おーはしたくませんよ。それでは皆様、またー